フランクリン国の八軍テネシー州内におけるかつてのフランクリン国の一フランクリン国はアメリカ独立戦争終了後間もなくアメリカ合衆国領土内の分離主義者が建国した自立した国である。国の場所は後にノースカロライナ国が合衆国政府に割上しテネシー州の一部となったところにあった。フランクリン国はアメリカ合衆国への加盟を公式に認められることは なく、4年後に消滅した。フラン・クリンクと訳されることもある。アメリカ独立戦争が終わった時、独立13植民地を束ねる連合会議は大きな負債にあえいでいたので、1784年4月、ノースカロライナ国は連合会議にアレゲーニー山脈とミシシッピ側との間の2900万エーカーの土地を贈与することを決議した。このことは、 ナッシュボロ砦を拠点としてカンバーランド川沿いに足場を築いてきた和東賀地区の開拓者にとって喜ばしいことではなかった。開拓者は連合会議が見境もなしにフランスやスペインのような外国に領土を売ってしまうことを恐れた。数ヶ月後にノースカロライナ国議会はその土地が連合会議の不採召喚には使われない場合を恐れ土地の増与を取り消し、 再びこの地域の再配権を握った。また、西部の軍部で判事が裁判所を取り仕切り、一体の兵士を組織して、ジョン・セビアがその指揮を取ることを決めた。アメリカ独立の精神はこの時も、辺境開拓者の世界観に多くを占めており、アレゲーニー山脈の西の領土にいる市民は、不満を増大させ、別の国家を打ち立てる要求が持ち上がった。 1784年8月23日、この地域にあったワシントン軍、サリバン軍、スペンサー軍及びグリーン軍の代表がジョーンズボロの町に集まり、ノースカロライナ国からの独立を宣言した。1785年5月16日、これらの軍の代表がアメリカ合衆国の国として認めてもらうための請願書を連合会議に提出した。 フランクランドと仮に命名されたこの小さな国の加入請願に対して既存の7つの国は賛成票を投じた。しかし連合規約の規定では領土を新しい国として認めるためには3分の2の国の賛成が必要となっていたので過半数には達していたもののこの請願は認められなかった。フランクランドの指導者たちは支援者を増やすために ベンジャミン・フランクリンの名前をもらって、国の名前をフランクリンに改め、自分たちを支持してくれるような愛国者に手紙を出し始めた。しかし、ベンジャミン・フランクリンは定調に謝絶した。フランクリン国内では、弁護士、医者及び説教師については、議会の非選挙権を認めない、法案が住民投票で否決された。その後、ノースカロライナ国の憲法に、 多少の修正を加えた上で、新しい憲法が採択され、国名を正式にフランクリンと呼ぶことになった。暫定政府がグリーンビルで結成された。すぐに選挙が行われ、ジョン・セビアが知事に、デイビッド・ギャンベルが最高裁判所判事に選ばれた。グリーンビルは、高級的な首都と先せられた。最初の議会は1785年12月に開催された。 ランドン・カーターが議会上院議長となり、トマス・タルボットが初期官となった。ウィリアム・ゲージが下院議長となり、トマス・チャップマンが下院初期官となった。議会は地域のインディアンと条約を結び、裁判所を開設し、新しく5つの軍を加入させ、税金を定め、さらに役人の給与を決定した。物交換が事実上、また、適法の経済の仕組みとなり、 人々の間の日用品が負債の方に支払われることが認められた。例えば外貨、トウモロコシ、タバコ、アップルブランディ及び毛皮であった。市民は2年間の納税猶予を認められたが、通貨がないことと経済基盤ができていないことで発展が阻害され混乱を生じた。1786年はこの小さな国の終焉の始まりであった。 フランクリンは合衆国に認められないまま不安定な位置にあった。ノースカロライナ国の主権を拒否していたのでフランクリンは合衆国軍やノースカロライナ国民兵への恩恵を得ることもなかった。ノースカロライナ国はフランクリンが戻ってくれば過去の税金も帳消しにすると提案してきた。この提案を拒否するとノースカロライナ国はジョン・キップトン大佐の指揮で軍隊を派遣し、 フランクリン国内に独自の政府を建てた。二つの政府状態は数ヶ月続いた。国内の住民の間でもどちらにつくべきかで議論が分かれた。セビアの支持者とティップトンの部隊との間の唯一の戦闘が1788年にティップトン大佐の農園で戦われた。この戦場跡はテネシー州ジョンソン市にティップトンヘインズ歴史的場所として保存されている。 セビアは経済的な困難さによってフランクリン政府が機能しなくなっていることに絶望しスペイン政府からの借款を求めジェームズ・ホワイトはフランクリンをスペインの支配下に組み込もうとしたノースカロライナ国政府はいかなる国外勢力もフランクリン国内に足場を築かせることに絶対反対の立場を取り役人にセビアの逮捕を命じたセビアの支持者が一旦は 韓国から救い出したが、セビアは1788年2月に戻ることに決めた。ノースカロライナ国政府は寛大な処置をとり、セビアに化する罰は、ノースカロライナ国との同盟の誓いを要求することだけであった。1788年3月、チェロキー族、チカマウガ、及びチカ僧族が集団を成して、自由奔放にフランクリン国内の開拓者を襲い始めた。 このインディアンの攻撃によって、ノースカロライナ国との食い違いを早急に収めることになり、ノースカロライナ国民兵がインディアンの攻撃を排除する助けとなった。1790年、フランクリン政府は完全に崩壊し、領土の支配はノースカロライナ州に戻った。セビアはこの地域を代表するノースカロライナ州議会議員に選ばれた。その後すぐに、ノースカロライナ州は、 合衆国政府に当該地域を割譲して南西部領土の一部とし、後にテネシー州となった。ジョン・セビアはテネシー州初代知事となり、ジョン・ティップトンはワシントン軍の代表としてテネシー州憲法に署名した。ありがとうございます。